ウィリアム・グレゴリーはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、アメリカ空軍の中佐である。グレゴリーはニューヨーク州ロックポートのアルバニア系アメリカ人の家庭に生まれ、ストリート・エリアにあるアルバニア正教会の教会で洗礼を受けた。1975年にロックポート高校を卒業し、1979年に空軍士官学校で工学の学士号を取った。 その後、1980年にコロンビア大学で機械工学の1984年にトロイ大学で経営学の修士号を取得した。1981年から1986年までの間 F-111 の D と F モデルのパイロットを務めた。この能力によりイギリスのレークンヒース空軍基地及びニューメキシコ州のキャノン空軍基地で教官を務めた。 1987年に空軍テストパイロット学校に通い、1988年から1990年まで、エドワーズ空軍基地で F-4、A-7D、また F-15 の5つ全てのモデルのテストパイロットを務めた。40以上の異なる機種で5000時間以上の飛行経験を持つ。1990年1月に、 NASA により選ばれ、1991年7月に宇宙飛行士となった。1995年の STS-67 で400時間以上宇宙に滞在した。1999年夏に空軍を退役して、NASA も去り、現在はアリゾナ州天日でクオールテック・インクの副社長を務めている。STS-67 は7人の乗組員から、 なるミッションで、グレゴリーは操縦士を務めた。1995年3月2日に、ケネディ宇宙センターから、スペースシャトルエンデバーが打ち上げられ、3月18日に、エドワーズ空軍基地に着陸した。ミッション期間の新記録となる16日15時間8分46秒で、ほぼ700万マイルを飛行し、地球を262周した。アストロ望遠鏡の2度目の飛行であり、 その他多くのペイロードも運ばれた。ありがとうございます。